情報屋としてね。情報屋ってですか。なんか君臨してますけど。あ、そうですか。新しいの仕入れちゃった、はい、ああ、なるほど。二人はバチバチです。やはり女は怖えなと。あ、やり合ってるんじゃないかと。日テレプラスマージャンリーグプレゼンツ、ヤングマスターズへの道。いいよ。さあ、CS 日テレプラスがお届けしているマージャン番組、天守速攻のセイラーズリーグ、高台一戦のパイレーツリーグ、2つに分かれてしのぎを削るリーグ戦がヤングマスターズペナントレースですが、今回はそのスピンオフ企画です。教えていただくのはパリーグ代表、井出康平プロです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、シーズン1、2は打敗について伺いましたが、シーズン3は敵を知るべしヤングマスターズ人物伝と称しまして、選手紹介をしていただけるということなんですが、今回はどなたを。今回はですね、東条リオプロをご紹介したいと。来ましたね、もう大人気プロですね。ミスパーフェクト、はいはいはい、言われてますもんね。この子はね、性格がものすごいいいんです。ものすごい、確かにいいです、ね、本当にね、これは嘘なし、これをよいしょなしで、カメラの前で言いたい、僕は東条リオはものすごいいい女だと思うんですよ。まあ、いやらしい意味じゃないですよ。いやいや、まあ、全体もう全てでね、そう、全てトータル ね、どっちかっていうとね、ちょっと男性寄りの思考なんですよ。言えないことも言える人、弱い者いじめをしてる人に立ち向かっていける女の子っていうんですよ、ね、ああ、なるほどね。自分を貫き通せる、貫き通せる、流されないっていうことで、ね、はいはいはい、ものすごいそういう芯を持った子で、うん、だからもう火の打ちどころがないんですよね、僕から見たら、まあ、ないですよね。ない。だってミスパーフェクト。そうなんです。そのまんま言ってますもん。ただね、うん、そんな芯の強さが招いた、うん、熱くなってしまって見失うみたいな、あの東条さんが、だから私もね、こう長いこと日本プロマージャン連盟に在籍していて、はい、まあ、情報屋としてね、情報屋やってるんですか。なんか君臨してますけど。あ、そうですか。知らない。ちょっと新しいの仕入れちゃった、はい、ああ、なるほど。ちょっと楽しみです。ちょっとそれもご覧いただきながら、はい、今回はですね、東条リオプロ、うんうん、親番です。もう5万7000持ってるじゃないですか。同級の手ですよ、はい、あ、これですね。ちゃんと3色、はいはい、リーチして、でここに山脇プロはいいシャンティング、はい、でももう迂回しているうちにこうペーペーと、あー、なるほど。でも Q1 掴みましたね。掴みましたね、はい、まあもうあとは津本の勝負かなと。あ、東条プロのね、はい、うんうん、中で9層で、まあ、この辺で3万とかね、ウーソとか抜くかなと思ったら9万カーツ急カーツきた。リーチ、チャンタ、三色、ウラウラ、え、カーツ誰みたいな今。私はここで、はいはい、山脇ってこんなところから9万打つプレイヤーだったかなって。あ、これ山脇さんのやつですか。カイです。まあ、カーツは山脇、ね、カーツは山脇さんね。はいはいはい。あ、でも不思議そうな顔してますね。あれ、私9万打ったっけみたいな顔して。いや、私これ9万打ったっけの顔じゃないですね。これ何の顔ですか。見てろよっていう。ああ、なるほどなるほど、見てろよの顔ですね。で、私はあれ、うん、と思って、うん、山脇と東条って仲悪いのかな。どういうことですか。親リーチ、東条さんのリーチには降りれねえよっていう。ああ、で、この時はまだうっすら疑惑だったんです。はいはい。ただ確信に近づいた曲はもう本当これです。今リーチに行って2差し3色、はい、親の山脇プロがリーチ、はい、でマイナス2100点、はいはい、ラス目、はい、東条プロは7万900点、一発で使いましたね、はいはい、で E1 打ってやめてるんですよここ、はい、でやめていったらまたテンパっちゃったと。あ、テンパっちゃった。ペンチーソー役なしですよ。ほらほら、こんな手でリーチいかなくてもいいでしょう。まあそうですね、トップ目ですよ。トップ目ね、7万点持ってるから、まあ行く必要はないでしょう。まあね、はい、この瞬間私確信に近づけました。な、何、2人はバチバチです。こんな街で7万点持ってる東条が親リーに向かっていくわけないんですよ、普段は。普段は、うんうん、まあこう天中下ると、あ、ドラ9層、ここでお返しの一撃やる、うん、あ、で、うん、この時これ見てください、山脇の顔もものすごいスマートでしょ、さっきより。いやいや、別にあんまり喜ぶ人いなくないですか。いや、やったー、親も上がったーっていう人いないじゃないですか。いや、だけどね、うん、もうこの時私確信に近づいて、はい、やはり女は怖えなと。ああ、やり合ってるんじゃないかと、うん、まあ定かじゃないってことですよね、ここは。もう定かではないですけど、だからこれから本編見る人はその辺要チェックで見ると、そう面白いかもしれないですね。そう、ぜひね、それを垣間見えるシーンがあったら
コメント欄に書いていただいて、なんか一番今まで正しいこの YouTube の使い方ですね。そうです